ネメアの一ネメアの谷の頂き近くにある古代遺跡である。昔はアルゴスのクレオナイの一部で、現在はコリントス県の一部である。南西にイラクリオンの小さな村があり、西にニューネメアの町がある。ネメアのゼウス神殿ギリシア神話の中でネメアはヘラクレスに退治されたネメアの死種の住んでいた場所として有名である。また、この場所はウバ。 キュープシピレーガールゴスから定売に向かう、途中の定売ゼメの七章のために水を取りに行った、間、パセリのベッドに寝ていた幼児オペルテイスがオロチに殺された場所でもある。七章は死んだ子供の思い出のために、ネメア祭りを催したが、その勝利の冠はパセリでできていて、審判は哀悼の印に黒いローブを着た。その時期は遅くとも、紀元前573年以前で、 場所は、ゼウスの聖域だった。紀元前4世紀に作られた神殿の3つの柱は、建設された時から残っていて、2002年にもう2本が再建され、2007年にはさらにもう4本建てられた。神殿の周りの遺跡も発掘され、そこには大祭壇、公衆浴場、宿が含まれる。この神殿は、土類だけなら今でも見ることができる。 アルカイック時代の神殿遺跡の上に立っている。最近になって発見されたスタディオンで目を引くのは保存状態の良いアーチ型の銅門で紀元前320年頃のものである。銅門の壁には古代の落書きも見つかっている。発掘で見つかったものはカリフォルニア大学発掘調査の一部として建てられた博物館の中に展示されている。ありがとうございます。